実行です。はい、ということで皆さんこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。なんとこれはみんな大好きなスライムです。なんですが、今見た通り光っていましたよね。さあ、この光るスライムどうやって作るのか、今回はその作り方をご紹介したいと思います。ぜひ自由研究などでもその仕組みについて調べてみてください。それではレッツサイエンス。では今回使う材料をご紹介します。まずは本日のメイン、じゃん、窒光パウダーです。これは100円ショップで手に入れたもので、他にもホームセンターとかネットなどでもお買い求めいただけます。そしてスライム作りといえばホーサー、薬局でお買い求めいただけます。そしてポリビニルアルコール PBA 入り洗濯のり、あとはかき混ぜる用の割り箸です。そしてブラックライト、あとはぬるま湯です。そしてあといろいろとこう測ったりするのに、まあ、このような測りとか計量カップです。洗濯のりとかこのぬるま湯を測るために使います。そしてこのようなスライムを作る入れ物です。ではまずはぬるま湯とホーサーを混ぜていきます。ぬるま湯は 100ml です。そしてホーサーを 10g 入れます。混ぜます。じゃあこれは一旦置いておきます。なんか料理番組みたいな感じ。水 50ml と窒光パウダー 3g を混ぜます。お、いい感じですね。でここに洗濯のり 50ml を入れて混ぜます。よし、入れますぞ。おー、できました。2つ目の液が完成しました。そしたら最初に作ったこの溶液と今作ったこの溶液を混ぜます。さあ、そうするとどんなことが起こるのか、いきます。できたスライムできた、できました、できた、うおー、映ってる。では今からこの作った窒光スライムにいろいろな光を当ててみたいと思います。ようこそ皆さん光の館へ。今から実験していきたいと思います。まずこちらブラックライト、そしてこちらはスマートフォンのライト、そしてこちらは赤い光が出ています。でそれぞれ同じ距離から同じ時間当てて、どれが一番長く光り続けるのかということを、まあ、ちょっとやってみようかなって思っています。さあどうなるのか、怪しい。よーい、スタート。
アップ。わすごい。まず見た目では一番このブラックライトがもうそもそも光ってますね。こっちはちょっとだけ光ってるけど、赤のはなんかほとんど光ってないですね。全然違う。私が光ってる。真っ白ということで、スライム光りましたね。さあこれなんで光ったかというと、蓄光という性質を使っています。蓄光は光を当てると、その光を蓄えて光を当てるのをやめても光り続けるというような性質を持っているものです。で今回はこのブラックライトを当てた時に、まあ、一番光りましたけれども、まあ、一般的にはそういった紫外線の光っていうのが、まあ、このように蓄光と相性がいいというようなことも言われています。まあ、ただ今回は自由研究ということですので、まあ、そういうのはとらわれずに、どんな光を当てたらどういうふうに光るのかっていうのを実際に自分の目で確かめてみたり、あとは今回は1回しかやりませんでしたけれども、何回もやってみて平均を取ってみたりとかして数値化してみるのも面白いかなというふうに思います。一つの自由研究のアイディアとしてこれはご紹介をしています。ということで、見た目もとっても華やかですし、面白いと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後に一曲。蓄光蓄光蓄光な、あなたが思うより蓄光です。バイバイ。